どうも、アクセルの高田シュウちゃん、はいです。では皆さん、はい、はい、ブラコロのパンとコロッケどっちの多く食べれるの。今回ですね、はじめ社長の畑さんの企画でございます、うん、最近ね、マックでブラコロが出たと思うんですけど、あれのパンとコロッケを分けた状態で大食い対決をしてたわけですよ。独特なこと、癖がすごいね。そうそうそう、だからちょっとやっぱすごいなと思って、うん、でどっちがなんかきついのかなって俺も思った時にやっぱ予想がつかなかった、ね、もちろん僕動画見て結果も知ってますけど、ね、畑さんは4人で挑戦して、まあ、2-2 のバトルでやってたんで、まあ、今回僕食べ物 YouTuber としては1対1が好ましいのかなと。そうね、その点で言ったらまあ僕よりか君らの方が敵になるから、どうすか、どっちの方がいけそうとかあるし、うん、まあ俺は揚げ物好きなんで、コロッケとか、コロッケとか、クリームコロッケとか、クリームコロッケじゃない。じゃあまあ今回は翔ちゃんが、バンズ部門、畑がコロッケ部門。はい、パンはね、あのオーブン向いてないのよ、あの膨らんじゅうまうので。膨らんじゅうまんなんで、どっかの島みたいなだのでね、ちょっとあんまり僕は得意じゃないので、コロッケだとね、どういうことプレスできる気がします。ルールですね、はい、3分間で食べてもらいます。そんなないの、飲み込み3分間しか食えない。じゃあスタートって言ったら、そこから3分間でガーッ、違う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 、1個1個3分間、そういうことだね、思考が違ったぞ今。1個に3分かけて、飲み込みじゃなくてこれは口に入れる判定。そこ結構ありがたい、サポート頼みました。サポートもねえのかな。ねえんだよな、一回置いちゃったらもうやることがないよ。タイムぐらい。じゃあ今日給料なし。おい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 、それでいきたいと思います。はい、それではいきます。ということで、はい、グラコロバンズバーサスコロッケ3分用意スタート。いただきます。久しぶりに食う。いただきます。おいしい。おいしい。早すぎない。俺の想像したコロッケじゃなかった。うまいね。重っ。あれ、どっちも卵サンドだこれ。めっちゃ卵サンド、めっちゃいいじゃん。はい、ごちそうさまです。いやいつも俺だったらもういっちゃう。3分ってさ、長えなと思ったの正直、うん、最初ね、序盤はなことない、ね、結局食い終わったら1分40とかね。一番最初のペースそれだから、後半マジできついと思う。はい、では3分スタート。いただきます。うん、ブラコロ特別やっぱり1個のあれあるよ、うん、なんかうまくの期間限定系で。カロリー高いのかな、どっちが高いんだろうね。400ぐらいだ。カロリーはこちらが高いか、すごい全部小麦だから。そうだよ、あーそっか、小麦感じだもん。すごい炭水化物しか食ってないから。パンをパンされてる。カロリーですか。まあ、ここ 100% いくらいです。ということで3分経過いたしました。次味濃いソースがかかってる。裏頃のうまいこの卵のやつがかかってないってマジ嫌なんだよ。いや俺これのおかげさせてないけど、マカロニとかいってる、マカロニ入ってる、ソースいっぱいかかってるとこめっちゃうまい、うん、ちょっと落ちたら3個食べてみて感じ。どうなの、気持ち悪い食うかも。間違いなくコロッケ側は気持ち悪い。そうだ、よし、スタート。食べてます。4年分ぐらいのブラコロは今日で食うんじゃないか。ああ、もったいない。間違いない、去年食っていねえしな、俺。ああ、そっか。え、やばっ。え、こんな来るよ、4つ目で。2個目まで全然軽々しく言ってたの。彼もそういうことです。すごいね、もうまだそこだけ残ってて1分20秒4つ目がやべえ。4つ目やべえ。いや、やべこれ、え、めっちゃきついんだけど。それでは3分スタート。いただきます。よく知った味だ。ここでお互い積んだらさ、ゲーム入れないよな。こんな、いや、ほんとに。そんな、あ、まあ、食ったん？だいぶ変わってないからこれから食いますっていう量だから。はい、終わり。はい、ほんとだった、無理だった、なんかやった、無理やった。はい、3分スタート。やばい、口の中残ってるんだよ。やばい、やばい、やばい、進まない、手が進まないよ。あー、もう40秒経ってるのに誰も食ってないやん。やばい、飲むこれね。え、こんなきついんだ。ちょっとやばいんやね、これ。ちょっと終わっちゃうんじゃない、これ。おー、ちょっとね、やばいね。これパンパンマンになるよね。残り1分。
はーい、OK。 えっ、えずいてるじゃない。いきます。あ、お前もうまだ食ってたのか。はーい、OK。 え、ちょっとあ、つまらせるの一番良くないか。右に袋あったんです。できんじゃん。できんじゃん。言うな。え、スタート、スタート。じゃあ、紙袋の方がいいんじゃない。飲み込めなかった。そういうオチ。飲み込みきれなかったパターンだ。無理した。やっちまった。何があった今。パンパンだったのしてた。前回の分あったのかなって。経緯を説明しますと、口にまだ残ってる状態で残り2分を切った時に僕は焦ってしまった。なるほど。そう、だから、あ、これは早く切って時間を稼ごうと。ああ。だから口の中にバンズが 1.3 個分ぐらい入っている状態を作り上げてしまったんで。ああ。そしたら咀嚼ができないと同時に1回出すことができないっていう、はい、えずいてしまい、そのえずきの反動で口にあるものを収納することができなかった。なるほどね。間違いなくいることは、俺もう割とあと2個か1個で詰めて、すごい気持ち悪い。よくできてんな、だから。うめぇ。あれか、薄食ってないからお前の勝ちなんだ。あ、そっか。そうだ、飲み込む。いいえだろ。あ、いいえ、いいんだ、その理論で。口入れてもバーって出すから OK。 まあ、もう2分、1分、2分。まあ、いいっすよ、いいっすよ。気持ち悪い。おめでとうございます。うわ、これつらい。結果はコロッケ軍の。はい、申し訳ねえ。7個だね。7個でコロッケの勝負。俺6個。6個目で終わっちゃう。じゃあ、あとは早てく、はい、グダコネをして食べてください。ちょっと、僕らちょっとさ、きついきつい言って食べてたんで、ちょっと1個レビューしてもらいます。あ、そういうことちゃんと、まあ、確かにグラコロ実際しっかり食べて話してるし、ね、ということで、今回こちらですね、グラコロしっかり食べさせていただきます。美味しそうですね、いただきます。風を切って走ってゆく希望の街へと。間違いないっすわ。なんて、ん、もう落ちてる。本日もご視聴ありがとうございました。本当最後のところ申し訳ございません。もうね、無理すると本気でやるの意味の違いをね、しっかり学びました今回は。ということで、次回のアクシエンターズは NG ワード言ったら即終了、2020年悪年忘年会。これまた面白い動画になりました。悪年の終盤をくくる上で結構いい動画なんじゃないかなと思います。ということで皆さん、明日もお楽しみに。